ヤギチャンネルミンミンツアー、日本最大級の台湾寺院に行くんだ。東京で台湾散歩、美味しい台湾料理にお寺巡り、東京と東京近郊で台湾を満喫。さあ、そろそろ外へ出かけたくなったこの時期、台湾散歩はいかがでしょうか。こんにちは、ミンミンツアー広報の顔色葵です。マスコットのミンミンです。このミンミンツアーを制作しているカメラマン山木美穂著作の東京で台湾散歩、この本は全ての台湾ロスの人に送る東京と東京近郊で日本の中の台湾を楽しむための本です。イカロス出版から絶賛発売中、皆様どうぞよろしくお願いします。さあ、その中から今日は日本最大級の台湾寺院をお届けします。日本最大？それはすごい。そうなの、ミンミンちゃん、今日は群馬県の伊香保にある台湾寺院が登場するよ。え、群馬県？東京で台湾散歩じゃないじゃん。う、そうね、だいたい東京で台湾散歩ね。伊香保温泉からも近く、山一つ分くらいあるとても大きなお寺なんだよ。ほう、それはすごいね。だいたい東京で台湾散歩、群馬県伊香保にある台湾寺院。今日はお寺。さあ、やってきたよ、仏光山宝水寺。群馬の名湯伊香保温泉の石段から車で10分、水沢山を従え堂々たる姿の巨大な寺院。その懐に壮大な景観が広がっている。台湾の寺院というときらびやかな佇まいをイメージするけど、不思議とこの寺院は周りの雄大な自然と見事に調和しているから不思議。大きな駐車場を完備、本堂に行くまでは長い長い階段があります。その先にあるのが本殿。仏光山宝水寺の建築には20年の歳月を費やし、2018年に完成した。寺院の有志に彩りを添える長い階段は238段、周りの景色を楽しみながらゆっくりと登っていく。石段の手前では弥勒菩薩がにこやかにお出迎え。さあ、実際に登ってみたよ。238段か。さあ、気合を入れてまいりますよ。両サイドにある赤い提灯が何とも台湾気分を盛り立ててくれます。石段の途中にはいろんなポーズをとった小僧さんの石像が、洗濯する姿や笛を吹いていたりと、なんとも可愛らしい。ふう、やっと半分くらいか。あと少し、頑張ろう。こんな可愛い小僧さんの石像が25体もあるんだ。ゆっくり写真を撮りながら登ると良いかも。さあ、山門が見えてきた。あと少し、頑張ろう。さあ、これを登れば到着。イエイ。この寺院の標高は700メートル。ここまで登ると爽やかな風が心地いい。振り返ると赤城山から小野小山までが見渡せる絶景が広がる。さあ、山門をくぐると見えてくるのは台湾様式で作られた本殿。中に入ってみよう。
仏光山本水寺の総本山は台湾の高雄。この寺院は全世界で約300箇所に寺や部員があるんだ。本日案内してくれるのはお寺に仕える知事法師さん。今日はよろしくお願いします。これは台湾高雄の総本山のイラスト。これ全部が関連施設で総本山の敷地なんだって。高雄に行くと こんなことに。そうそうそう、いっぺんに。だからほとんどみんなほとんど本山行ったら3日間くらいかかりますね。ところで仏光山本水寺という名前、どこかで聞いたことがあるという人も多いはず。実は東日本大震災の時に被災地にいち早く駆けつけて救助を名乗り出てくれたのがこの寺院なんだ。元栖湖の寺院からレスキュー隊を派遣、医療品や食料品などの支援と救助を行った。その記録は境内の資料で確認できる。中に入るとすぐにあるのは台湾式おみくじ。おみくじは日本語でも書いてある。ここで神様に願い事を聞いてみよう。御朱印帳もできます。廊下には仏光山の歴史や活動報告などを展示。見どころはたくさんあるけど、まずはここをチェックしたい。それは2階に登るとすぐにあるのは千手観音。これは台湾の芸術家ヤン・クンメイ氏が作った千手観音。気品があってその美しさに吸い込まれそうになる。日本の仏像様は木彫り方が多いでしょう。木彫りで、でもこちらの神様はね、焼き物陶器で、一個一個焼いてから組み合わせします。で、特徴はね、ほら手の方見てください。確認して、そうそうそう、手だけでどれでも、手の中には目がありますよ。みんな見えますか？そうそうそう、これ全部で、ね、よく見てみると千手観音の手の中には目がある。これは救いの目を向けているという意味なんだって。陶器の質感からか、確かに日本の仏像とは違う。冷たい質感とぬくもりの両方を感じる美しい千手観音に感動。お地蔵様です。日本のお地蔵様とはね、違いますね。日本のお地蔵様は帽子がない方が多いですね。長い廊下にはたくさんの本がある。今現代語、私たち分かりやすいようなあの風にあのお経を書き直しました。この本は自由に閲覧 OK。 残念ながら日本語はないけど、美しい絵やイラストもある。ここはね、本殿です。この大雄本殿は1000人以上も収容できる広さ。柱が1本もないのが特徴です。天井には蓮をモチーフにした装飾が。蓮の花は泥の中から美しく咲く。どんな人でもいつかは綺麗な花を咲かせるようにと願いを込めて描かれたものなんだって。壁には薬師如来や阿弥陀如来などの神々の彫刻が。壁一面ぐるりと囲むその数はなんと2万体。これはなんかすごいな。さっき神様はね、焼き物陶器で、でもこちらのお釈迦様がミャンマーから一枚で彫って作られたお釈迦様です。組み合わせではないです。一枚の岩、その岩は玉石と言います。これは玉石といって、一つの大きな岩から掘り出したもの。重さは28トン、高さは約5メートルもあります。これは日本の道路交通法で運べるギリギリのサイズだったんだって。両側には般若心経が書かれている。
ここまでどう？ミンミンちゃん。なんだか背筋が伸びました。ここまでの観覧も楽しいけど、仏光山放水寺では観光客も体験ができるんだ。お？体験とな？何の？まず一つ目は写経。こちらは写経室。姿勢を正し、般若心経を写します。文字は印刷されているので、そのまま写せば OK。書いた文字は持ち帰りができます。そしてもう一つは座禅。こちらは座禅を組むための部屋、座禅堂。写経、座禅は週2回実施しているので、予約をしてから出かけましょう。さあ、最後のお楽しみは台湾グルメ。1階には台湾料理が食べられるベジカフェがあるんです。こんなすごい景色を楽しみながら台湾のスーシーが楽しめるとは、これは嬉しい限り。ヌーローハンやバーワンなどおなじみのメニューがベジタリアンメニューとなって登場。常時20種類のメニューが楽しめるんです。オーダー方法は簡単。メニュー札を持ってレジに渡すだけ。こちらはバーワン。お肉は入ってないけど食べ応え十分。中は野菜ぎっしりで美味しい。大豆ミートや椎茸でルーローハンを再現。ボリュームもたっぷりで大満足です。ベジカフェにはお土産コーナーもあります。このパイナップルケーキうますぎです。群馬の伊香保の山麓に佇む巨大台湾寺院。大自然に囲まれ身も心もリフレッシュ。とっても素敵なパワースポット、おすすめです。どうだった？ミンミンちゃん、すごいね。まるで台湾にいるみたいだった。東日本大震災の時にもいち早く駆けつけてくれたんだね。そのお礼も含めてお参りしたいです。伊香保温泉や草津温泉に行く機会があったらぜひ乗ってみたいよね。東京で台湾散歩まだまだ続くよ。人気麺線店に老舗の台湾料理店、それから東京の台湾寺院も続々登場。お楽しみ。